大人気 MS のケンプファ、派生機が増え、立体化にも恵まれる。重装甲機動型ケンプファ、いいよな。俺の知らないモビルスーツだと、いっぱいある。高機動型ケンプファーに武装持ったんか。とりあえず一杯くっつければいいと思ってるだろう。 G フレームで出るのか。画像は元のケンプファ。なんで担当者はケンプファーばっか出そうとするの。皆さん欲しいですよね。プロトタイプも高機動型も。なぜケンプファーかといえばかっこいいからだろう。みんなケンプファー好きだよね。俺も好き、という担当の声が聞こえる。高機動型ケンプファーは月のジオン残党がなぜか知らない知ってる最新型パーツで強化された MS を持ってる。サンクササが良いんすよ。右足についてるやつは何。チェーンマイン。ほぼガーベラテトラじゃない。高機動型ケンプファーはそういうものです。そのうちデンドロみたいなのつきそう。巨大ユニット盛られたケンプファーはもうある。やっぱりケンプファーといえば非正規戦で片道キックだよな。なんで生存性のない機体をこんなに作るんだよ。ジオン星人はイカれてるのか。テラーズ紛争前のジオンの魂だ。テロするぞってなってる時期に作られた MS なのでイカれてるのは。はい、イカれた特攻機体をさらに高機動型にしたイカれた機体だけど、イカれたテロリスト乗せるから安全性とか考えなくてよし。型以外変わってなさそうなのにだいぶガーベラ感出たな。ロボットの印象は頭と肩で割と変わるからな。ケンプファーってどれだけ持っても良いとされてる枠なの。サイクロクス隊の運用のせいでゲリラとかテロリストが使いやすいメカになってる節はある。ある意味広告時代のジオン最終 MS みたいな位置づけでゲームとかでも最強機になりがちだから、いろいろ強化型とか考えちゃうよね。高機動型ケンプファーは F 型にいろいろくっつけたって話だが、いつ F 型ってのができてたんだ。F 型はケンプファーのプラモの説明文に出てたビーム兵器対応型やな。高機動型が登場したことで F 型も存在が確定したんだよな。 F 型自体は存在としてはあって、 E 型と F 型がほぼ同じ外観だったのが9割型確定したって感じじゃね。ギターニアはもともとあるバリエじゃなくてフレーム使って勝手に生み出したんだっけ。ギターニアはパイロットに合わせて徹底回収されてるから専用機としての側面の方が強い。あれは説明文がツッコミどころ多くて面白い。装甲強化したのでスラスター増設して機動力を補いました。どう見てもスラスターの数減ってるとかあったね。最初から水力全振りの機体なのにさらにスラスター強化ってどうなん。ケンプファー程度でモビルスーツ全体の性能が頭打ちなわけないし、この機体に限らず加速重視で設計された機体なんていくらでもいるでしょう。走行強化、重量増加、機動力低下、スラスター増設っている実にガンダムらしい回収だぞ。でかいプロペラントタンク2本増設してそのままじゃ減るだろう。稼働時間の帳尻合わせてる点でもよくある機体な気がする。そもそもケンプ E 型が水力全振りでコロニー内とはいえ水平飛行可能とかいうとんでもだしな。こんなんビルドケンプファーもしくはビルドガーベラテトラじゃないですか。デザインは面白いよね。アメイジングはデザイン段階では腰のスラスター可動式にしようとしてたっぽいのが惜しかった。 F90 ホステスとフォーミュラでリファインケンプファーなんてのも出てきた。外見こそケンプファーほぼまんまだけど、前期と後期の RF シリーズの中間に相当する機体でフレームは RF ザクと同じのを使用してる。オリジナルのケンプファーの側を真似た機体だからケンプファー自体の設定には特に影響を与えないし。みんな本当に UC エンゲージプレイしていないんだな。面白いの？宇宙世紀の新情報がどんどん出てくるから宇宙世紀ファンはプレイ必須、面白いとかはどうでもいい。宇宙世紀はまだまだねじ込む余地がある。イフリートの弾がなくなってきたからケンプファーが次の生贄に捧げられだした。ケンプファートリオ派生がどんどん増える。 RF とかアメイジング入れてもまだそんなないか。個人的にはむしろまだ新しいケンプファーファミリー増えてもいいぐらい。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いするのだ。